火山の下に広がる岐阜市、長良川の鵜飼が観光の代表とするならば、文字通りの表玄関岐阜駅前に密集した繊維の町問屋町は産業を代表している。それは岐阜市の象徴の一つともいえよう。岐阜問屋町に商取引を続ける商社は千数百社。ここでの年間商取引高は実に千数百億円。それを生み出すエネルギーと努力の底力は年ごとに拡大の一途をたどり続けている。戦後の焼け野原に問屋町建設の土音が響き渡ってから23年、その驚異的な発展は数十年の歴史を持つ大阪東京の先進地に追いつき、今や追い越そうとするまでに至った。名実ともに日本を代表する既成服王国となっている。この著しい身長を支えたものは、かつての岐阜名土の安かろう悪かろうという悪しき代名詞を拭い去るための努力の積み重ね。全商社全店のフロンティア精神を柱とした団結の力といえよう。ではその商品である既製服はどのようにして作り上げられているのだろう。商品会議、消費者の要求に応じた製品を作り出そうという合言葉と、長期販売計画のもとに製造販売の責任者、第一線に立つ担当者、そしてデザイナーが集まり作戦会議が展開される。一般消費者はデパート専門店に並べられた無数の製品からただ一つを選ぶ。それに消費者は王様であり、多分に浮気者だ。それだけに流行のキャッチ、好みの最大公約数をつかみ取ることは重要だ。消費者の思考と流行への分析、討論が終わると、今度はそれをどのようにして販売するか、あらゆる担当者からあらゆる角度にわたる意見が出され、やがて製造と販売の目標が立てられていく。まずはじめにパターンの作成、試作品が作られる。製品として商品化するためには、会議による言葉の上での試作では不十分だ。一度完全に作り上げ、再検討が加えられてから大量生産へ入っていく。原端と呼ばれる素材が決定し、カッティング、裁断が行われる。縫製、縫う、ミシンと若い女性の手が次々に製品を生み出していく。既製服、岐阜名土の生産店を支える彼女たちの労働力こそ、日本の既製服王国岐阜産地の文字通りの担い手だ。生産プロセスの全てにわたって行われる。安かろう悪かろうの時代は遠い昔のことだ。
仕上げ、プレスによって最後の生産点が終わる。あとは出荷を待つだけだ。日本全国各地へはもちろん、最近では海外にまでその販売網は広がりつつある。今や日本人の異性活は完全にオーダーメイド、注文服からレディーメイド、既製服の時代となった。色、柄、サイズ、すべてが豊富であり、またぴったりとマッチする合成素材の開発も著しい。戦後23年間、既製服産業は強力な成長産業となり、岐阜はその代表生産地となった。毎年開かれる岐阜県繊維産業従業員慰安大会、それに先立って関係従業員永年勤続者の表彰式が行われ、これまでの発展の土台を支えてきた若者たちの代表が次々に壇上に立ち表彰を受ける。この日、仲間と共に壇上に立った彼は、富山町のある紳士服専門店に働いている。全国各地から訪れる得意先との店先での取引、また西に東に出張してのセールス、彼の毎日は岐阜で生産される既製服と共にある。彼の生活は岐阜メイドの身長と共にある。歌謡大会で喉を競う若者たち、好きなスターの出演に熱狂し、ひととき生産店での疲れを癒す。既製服王国岐阜は今や名実ともに日本の代表となった。そしてそれを支え続けるのは若き労働力と、より良い既製服を生み出す全商社、全店の団結と努力の重ねである。